さっきの3人で階段出しちゃって終わったばっかなんで、みんなちょっと酸欠状態なんでうまく喋れないかもしれません。大会まで2週間ということで、みんなね順調に仕上がってて、僕ももちろんあのバッチリ仕上がってるんで、すごい楽しみです。そうですね、ファイトキャンプに入って最初は本当にいろんなテクニックを、一から教わる段階から始めて、そして、ハードトレーニングを積み重ねて、最初はやっぱりすごく難しかったんですけど、試合に近づくにつれてすごい、自分のものに落とし込めてるなっていう、体感があって、本当今すごいいいフィーリング、気持ちで試合に近づけてるなっていう、一番の今の率直な感想です。I don't know if it's the air in Japan or what, but something makes me feel really good. My condition is in the best shape it's been my entire career. I feel great. 今回、ライジン初参戦ですけれども、勝てば来年以降も、参戦したいという思いはありますか？ Yeah, I would love to. Really, any chance to come back to Japan and train and compete and do what I love, I'd be honored to be invited back. そうなっていくとですね、カイさんが大晦日でチャンピオンになって、そこにモラレス選手が挑戦するっていう形もありえますか？ Oh yes. No. どうですか、カイさん、そんな展開になったら。でもお互い勝ってれば実現するかもしれないですね。その時はね、思いっきり戦えない。やだな。やだな。今回の試合テーマなどありましたら一人ずつ教えていただけますか？もちろん試合の見せ方にこだわるんですけど、やっぱり僕自身大晦日に勝ってないっていう。あるんで、何が何でも勝つ、KO を目指しますけど、泥臭い試合になったんで、どんな僅差になっても絶対に勝ち切りたいと思います。本当に勝利がもちろん僕のテーマなんですけど、勝利に向かうためにやっぱ試合までは本当に相手を殺すつもりで、そのプランを本当に明確にしっかり考えて、でも試合の日はリングに入ったら今までの負けとか勝ちとかそういう重圧とかを全て捨てて試合を楽しめて、エリーやビリー、小倉さんに、セコンド陣営に言われてるんで、試合まではハードのトレーニング、知る思いじゃないですけど、あの時の悔しさや、そういうのを全部思い返しながら練習して、試合の日は本当に楽しみ、それで俺が勝つことがすべてかな、それが僕のテーマ。ありがとうございます。Ideal world, I envision a spectacular finish, go out there, one punch, victory, go home, come back to the next Ryzen event.大会まであと2週間を切りました。現在の心境を教えてください。そうですね、もう2週間切ってるんで、もう直前って感じですよね。心身ともにいい状態だなという感じです。はい、今回の試合、テーマなどありましたら教えていただけますでしょうか？テーマ、よく聞いてくれましたね。見えますかね、セトルって書いてあるんですけども、これ新しく発売するパーカーなんですけども、決着をつけるという意味がありまして、僕と比べる選手っていうのは、2年前に対戦する機運があって、その時は実現できなかったんですけども、今回こう対戦することになって、自分としては本当にいろいろな思いがあるので、クレベル選手との戦いに決着つけれるっていう意味はすごく自分の中では大きいかなというふうには思ってます。はい、先ほどクレベル選手とはいろいろあったとおっしゃってたんですが、いろいろあった上でクレベル選手にどういう感情を持ち、それから時間が経ってカードが決まって、その感情はどういうふうにか変わったのかとか、もしくは変わらないままの感情のままでいるのかっていうのは今どういう感じですか？そうですね、自分はすごく思いはあるんですけど、プロの選手としてもっと発信してほしいなとは思います、クレベルに対しては。2年の間にお互いいろいろ試合を重ねている部分もあるので、
選手としての変化は多少はあるとは思うんですけどね、大きくスタイルが変わるとかっていうのはないですけど、まあ、今回の試合は多分試合に対しての思いがそのままあの結果に出ると思ってますね。この2年間の思いみたいなものですか。まあ、そういう見方もありますけどね。まあいろいろ2年経って12月31日に試合するんですけど、12月31日に勝った方が強いと思ってるんで、2年のストーリーとかそういうのは一旦置いといて、その日当日勝つことをとにかく考えてずっと自分はやってきたんで、まあ、勝って笑えると信じてますね。はい、そのパーカーのテーマにもなった、はい、思うところがある。そのところって知らない人も多いと思うので、はい、思うところってどんなところですか。まあ、あの時はそうですね、まあ、防衛戦やるならクレベルかなって言われていた中で、あの僕はすんなり決まるかなとは思ってたんですけど、なかなか決まらなくて、まあ、会場変えたり日程ずらしたり、うん、まあ、いろんな話があったんですね。結局実現することができなくて、彼もあの時僕と試合しないことで彼の選手人生もちょっとあのずれたような気はするんですよね。自分もまあちょっとこう、まあ、ずれたと言ったら変かもしれないですけど、まあ、やるんだったらクレベルがいない状況だったんですよね、それしかね。まあ落としどころがなく実現できなかったことに対してはすごく仕方がないんですけどね。立場的にももう自分勝手にできるような状況ではないのも理解してたので、まあ、ああいう経験をして他の選手に見れない景色とか感じれないことはすごく感じさせてもらったので、今となってはいい経験だったというふうには思ってます、うん、はい。その連敗から再起を遂げた上でクレベルと戦うことで証明したいことがある。そうですね、自分がクレベルと試合するにはすごくいい時期になったなっていうふうには思ってるので、まあ苦しい期間あったと自分の中では思ってますけど、苦しい期間乗り越えて自分のターンになったなっていう感覚はあります。はい、今の心境を教えていただけますか。心境、はい、変わんないですね。もう本当にエンタメとかじゃなくて本当にぶっ飛ばしたいんで、みんなの前でぶっ飛ばして本当何もいらさせてやります。それしかないですよ。この間の渋谷での記者会見っていうのはヤーマン選手にはどのようにこう見えていた、感じていたか教えていただけますか。まあそうですね、まあ、人こんな集まるんだと思ったっすね。まあ相手に対しては SNS であんなにガンガン言ってきたのに、いざこう対面したら何も言ってこないんでビビってんだろうなみたいなのは思いましたね。まあ、あと今回その多分リスク、負けたらリスクのある試合だと思うんですよ、向こうからしたら。そういう試合って今回初めてだと思うんで、だからすごい気負ってるんじゃないですかね。プレッシャーは多分相手の方が感じてると思いますね。今公開練習であの寝技をかなり出されてましたけれども、はい、試合でもこれで平本選手を仕留めてやろうっていう気持ちはあるんでしょうか。いや、寝技で仕留めたいですね。そっちの方が盛り上がるじゃないですか。まあ、自分の中では本当にもう心底ムカついてるんですよ。打撃でこうバーンって効かして失神したらもうそこ止まっちゃうじゃないですか。じゃなくてこういいポジション取ってチョークとか決めのところ入って、落ちそうなところでちょっと緩めてもう一回こう締めてみたいな、本当完全にもうタップ、あ、タップ来ると思ったところでちょっと離してみたいな完全に心折りたいです。でしっかり相手にこう負けの意思の表示をさせたい。そうですね、もう前みたいに負けたけど負けてないですみたいな、そういうのじゃなくてもう完全にお前はもう負けたぞっていうのを自分にも世間にも見せたいですね。マジでムカついてるという部分は、それはあのこの前 の, そのファイトクラブ の, あの朝倉戦を茶化されたことが一番の原因ですか。スイッチはそこですけど、やっぱその前々からもめちゃくちゃあの煽られてというかいじられてたりとか、自分たちみたいな表に出てる人たち、そのインフルエンサーとかタレントとか、そういう人たちにこう噛みつくっていうのは、まあ、その表に出てる人の宿命なんで、それは仕方ないですけど、あいつはそのなんだろう、彼女とか嫁とか子供とかそういうところに行くのはちげえだろうと思ってて、まあ、あとはやっぱりこう自分たち今キックボクシング業界があるのって、マサトさん世代の人たちがこう礎を作ってくれたから、自分たちがもうこうやってこう表に上がる舞台があるのに、あいつはまあそれをすごい愚弄してバカにして侮辱してたんで、本当何のリスペクトもないやつなんだみたいな。それって別に何の煽りにもなってないじゃないですか。いや本当にムカついてますし、自分はマサさんすごいリスペクトしてるんで、あいつだけは許せないですね、いろんな面で。自分の一番尊敬してる人を侮辱したことについてはぶっ飛ばしても許せねえなって感じなんで、だから試合終わってとことん勝って、その後もこれは続きますよって感じですよ。試合で終わんねえぞって感じです。ノーサイドとかマジねえよって感じです。とことんやってやっかんなったんです。
30秒ドッブンドンジクスドッドンドッブンドッブン。そこまでです。現在の心境を教えていただけますか。まあ、しっかり体重を落としてコンディションよく試合したいと思います。先ほどの練習はどういう意図を持った練習だったか教えてください。いつも通り、はい、いつも通りですね、はい、先ほどの動きをいつも練習してる。変でした変でした。なんかどっかで見たことあるやつちょっと真似してみたんですけど、ダップンダップン言うて。今回試合にテーマなどあれば教えてください。まあそうですね、昨日もすごいいいって言ったらなんていうか分かんないけど、まあ、面白いカードがいっぱい発表されてる中で少しでも存在感出して、まあ、試合は、まあ、試合なんで試合はまあ1アンダーでまあ試合決めれればいいかなと思ってます。先ほど その公開練習直接的に聞きますけど、あれは芦田選手へのこう挑発的なメッセージとそういうふうに受けてた。全然挑発の変でした。あれあれ変でした。いいえ、変がちょっと変とは思わなかった。あ、本当ですか。はい、はい、何か意味があるとかそういうのはないですか。面白いシャドウだなと思ってちょっと真似してみたいなと思って真似してたんですけど、あんまり披露する場所がなかったのでまたこういう場所を借りて披露してみました。ちなみに芦澤選手っていうとやっぱ K-1 でも結構かなり活躍した。活躍してました。活躍してました。活躍、そうですね、結構いろんな活躍って勝ってたってことですか。そうですね、勝つ試合もありましたし結構活躍した選手だった。あ、そうなんですね。太田選手から見ると芦田選手の打撃っていうのはどう評価されてますか。どうなんですかね、まあ、キックボクシングで K-1 っていう舞台で通用してたかしてないかぐらいの打撃なんじゃないですか、まあ、MMA にどれだけ順応してるか分かんないです。試合見たことないんで。太田選手前回負けたら平本選手との話し合いの中で髪型を変えるというようなお約束をされたと思います、はい、でそれも会見で非常に盛り上がったと思うんですけど、はい、今回何かかけたりとかそういうのってありますか。これこの前のライジンライブでしたっけ、まあ、そこで言ったのは芦田君のプラットフォーム何でもいいです。 YouTube でもいいし彼がレギュラーやってる喧嘩旅とかでもいいから何でも言うこと聞きますよ。一日負けたことのこと言うのはあれだけど、だから適当に自分で写真撮って SNS に載せてとかだとつまんないし、負けたとしたらですよ、何でも言うこと聞きますよ。でなんか勝ったら社長がなんかご飯連れてくれっていうのをおっしゃってた。大会あと2週間切りました。現在の心境をお聞かせいただけますでしょうか。いやめっちゃ楽しみです、はい、こんなに格闘技が楽しくなったの久しぶりなんでマジで楽しみですね、はい、今回の試合テーマなどありましたらぜひ教えていただけますか。テーマはサッカーボールキックドライブシュートしたろう思って。ドライブシュート、はい、まあ、オーバーヘッドでもいいですけどね。その MMA の完成度なんですけど、始めた時に多分大晦日を目標にしてたと思うんですが、その完成度は自分の思った通りに立ってますか。ああ、いや、分からんですね。なんかぶっちゃけもう強いやつやりまくってるんで、自分がどの位置にいるかも分からんし、分かんないですね。出技ですとか、うん、そのテイクダウンですとか、うん、そういったところは、自分から仕掛けられるぐらいになってるんですか。いや、もちろんそれをずっとやってきましたしね。で、締め落としますよマジで。さっきはサッカーボールキックと言いましたよね。いや、そっからパンク刺すんですよ。締めてサッカーボールをパンク刺すんですよね、はい、ちなみにリアネイキドチョークの仕掛け方は知ってますか。それ何なんすかそれ流行ってるけど、なんちゃらなんちゃらチョークって俺初めて聞いたんですけど何なんすかそのカマキリみたいな。知らないです、はい、プランとしてはどうなんですか。やっぱり得意の打撃でいくのか、それともみんなあっと驚かせて。いや、向こうがね、大晦日ということで根性あるならそれは殴り合うでしょうけど、そんな根性ないでしょう。だからまあまあ寝技で来るんでしょうから締め落としてやろうと思ってます。それが上から殴り倒してるからね。 MMA の練習なんですけど、はい、週どのぐらいやられてたか。毎日やってますよ。毎日、はい、休みなく。あ、そうですね、日曜日は休んでますね。日曜日休み、はい、それ以外は毎日やってますよ。今もむちゃくちゃ体パンパンっす。限界にパンパンっすね。
まあ、三浦選手との試合なんですけど、はい、王子さんからしたらこうちょっとおとなしい感じの煽り方かなと思うんですけど、はいはい、もちろん、はい、それは相手に合わせてるって、いや相手に合わせてるというかもうあの結婚式のような記者会見を目指そうと思って、はい、やっぱり格闘技はスポーツなんで、はい、やっぱり僕ら世代が乱したところあるじゃないですか、はい、ちょっと風化しようと思って封印するってことですか、はい、いやもう風紀委員長ですよ風紀しようもはい、そういうね乱闘とか人をバカにしたりしてダメと。それは何かきっかけがあったんですか、そうしよう、まあ、逆言ったら面白いかなっていうだけですよあ、なるほど、この世の中今それが流行ってるでしょ、やっぱ流行りに乗っかるのと面白くないじゃないですか、あとねやっぱりちっちゃい子たちがねマネするからねはい王子さんが暴れる姿は会見ではもう見れないかもしれないそうですね、はい、笑ってるじゃないですか、はい、あ見れない見れない、もうそういうことしない俺はもうおとなしくいきますから、はい、まあ本音言おうか、言うことないもん何にもこの子に、まあ、彼は彼なりに悩みもあるやろうしっていうなんかところで見てますよね、親みたいな感じで見てる感じです、まあそうですよで去年生まれてみたいなもんですからね、はい